激戦を制し新たな知事に選ばれました鈴木康智さんですよろしくお願いします,しします当選おめでとうございますありがとうございますお疲れのところだと思うんですけれども、はい、今後の県政運営などたっぷりお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますまずは昨日の知事選の結果から見ていきます松下さんお願いしますはい、改めてお伝えいたします昨日の選挙の結果ですけれどもこちらになります 鈴木康友さんが72万8500票それから大村真一さんが65万1013票という結果で鈴木康友さん、初当選されています改めまして今のお気持ちとこの選挙戦結果も含めていかかがででしょうかそうそすね本当にあの接戦、あの激しい選挙でございましたのでどちらが勝ってもおかしくないとあの事前の調査なんかでも言われていましたので、まあ、最後まで 気が抜けない大変なあの選挙だったというふうに思います選挙戦の中で大村さんにこうじわりじわり詰められているような感触というのはあったんですかそうですねあの、まあ、いろんな調査結果、まあ、こう波はあるんですけれども、かなりやっぱり接近をしてましたんで、うん、あので、本当に予断を許さないという感じは、ずっと受けてました、うんはい、そして今回の結果、松下さん、地域別でかなり特徴が出ていますよね。はい、そうですすねこちらになりますけれども 鈴木康文さんはまず西部の8つの市町で上回る結果となりました。それから大村真一さんですが中部東部の27の市町で上回りました。うん、まあ西部ではねもちろん抜群の知名度があって逆に対照的に中部東部でのこの票の出方というのは。はいはい 思った展開ではなかったといういかなり私はこの予想してたっていうかね,うね期間持ちましたですねうん、うん、あの西部であの強いっていうのは逆にその東部中部では出てしまうんですよねやっぱり中部東部いきますと鈴木さんは浜松の市長さんだから、うん、当然もう西部になんかもう偏りでするんじゃないのとかね、うん、まあ東部のことはやってくれないんじゃないのとか、うん、やっぱりそういう言葉はいろいろ。 聞きまますすすんで、でで相当その逆風というかですね、ね、うん。感じましたです、ね、だからそれはもちろん今までは浜松の市長だから、うん、浜松のことに一生懸命やりましたけどもこれから知事になればまさにもう中部の鈴木康友であり東部の鈴木康友、まあ、全県の静岡県のです、ね、鈴木康友になりますということは訴えてきましたけども、うん、なかなかこの17日間ではですね、そこ浸透するまでにいかないんで、うん、まあ 中部東部は厳しいだろうなということは肌感覚としても感じておりました、うん、この地域性については笠井さんも注目されてましたよねオール静岡でここまでいらして、はい、ただ、これは地図見ても分かる通り、そり新知事への支持層に地域格差があるという中で、うん、やっぱり外から見て注目は浜松の新球場。 野球場だと思うんですよね、はい、でこれがあのここでやっぱりこう整備をするのはいいと思うんですけれども老朽化に対して新しい球場を立派なものを作るといってそこに税金投入するとなるとやっぱりあの中部や東部の人たちがやっぱり新知事さん、うん、西部の知事だねっていう言われかねない状況が起きると思うんですけれどもこの辺りあの ここの球場どうすすするおつもりででか今はあれこれはれね実はあの球場だけに焦点があの集まってますけども、うん、今までほとんど西部にはですねそういう核となるようなあのスポーツ施設ってなかったんですね経営のものがですね。ですから、まあ、この経営の球場を中心に実はまあご存じのように今スポーツ施設って単体ではなくて全体を開発してですねあの集客効果を上げてで球場自体の稼働率も上げるというのが もう一般的な手法であの例の北広島のエスコンフィールドとかがそうですけどもだからそういう発想で言ってた演習などの公演自体をこれはあの県の事業だけがあのクローズアップされてますけども私が市長の時はあの相当市もかなりの投資をして県市一体となってまあ球場は県が受け持つけれども周辺の整備あのサブグラムンド等も含めてそれは市が行うと。 いうことを覚悟してあの県にも伝えてましたので、うん、やっぱり県市一体となってどういうあの整備をするのかというまずそこをねあの明らかにしていく必要があるなというふうに思います。同じように中部や東部に対するそういった施策ってものも非常に考えていらっしゃらないと、はい、やっぱバランス取れませんよね。そうですね。うん、あのまあ中部東部実はすごく施設がたくさん県施設があります。ですからまあもちろんそういう老朽化してきたものをこれから更新するとか。 まあ、いろんなあのことをやらなければいけないんですけれども,も、球場自体もあの中部、東部には県営球場がありますけれども、うん、西部には1個もないとか、ですねえかなりあの施設自体があの偏在化しているというのがありましたので、まあ、そういうところから、まあ、県営の,その公園に、ね、そういう施設をつく作ってほしいというのは、かなりむ昔からの要望だったんで、あのいきなり私があの突然思いついたというよりも、かなり長い年月、そうした要望を県に挙げてきたと。 ということなんですねまあ経営ですからね中部、東部の皆さんにも理解をしていただく必要があると思うんですけれども選挙戦の中でそれほど言及されていた印象はないんですけれどもそうですすそうねあまり全体の,その,なんていうの県民に関わるその施策からすればですねあまり争点ではないと例えば経済の活性化とか、まあ、東部へ行けばですね、うん まあ東部の皆さんから言われたのもほぼですねいろんな地域に行ってもう,うちの地域、もうこ,うこんだけこう衰退しちゃってるからなんとかしてよとか地域の活性化とかまあ経済対策みたいなことがすごくあの県民から上がってきたんでやっぱりそ,っちそっちの方がね実は争点なんい。その東部でいきますと、まあ、東部医療格差もあって、はい、あの医学部や医大の誘致というところは言及されてましたけれども。ただ現実的にに、まあ、すぐに 今日言って明日依頼が持ってくれるわけではないんで、やっそこまでの間は緩和ですね。例えば今、今医学修学奨学資金制度ということで、あの奨学金を出して、そのお医者さんの卵の人たちに静岡県へ来てもらうという、うん、ま。そういう事業をやってますけども。私はまず転用を増やして増やした。分はもう頭部を。 に来てもらうもう東部限定のね、うん、まあそういう枠を作るとかま即、あ、効性のあるお医者さんを増やすような仕組みも作っていかなければいけないと思いますしあとはあ病院と病院との連携とか病院と診療所の連携とかこれをやっていく必要があるなと思ってるんですね。病病病連連携、病診連携っていうんですけども、 限られた医療資源をうまく活用するということも必要だといいううふうに思ってますはい、ね、浜松市長時代の経験、実績を、ね、期待されている東部、中部の皆さんも多いと思うんですねえそしてなんといっても今回、最重要課題ともいえるのがリニア問題というのがあるわけですけれども、はいはい、これについてはどう進めていこうとお考えでしょうか、はい、これはもうあのまずは今までは何かあのどういうふうにあのこの基本路線が進んでいるかというのが見えなかったんですね。うん、まずはやっぱり これはこのプロジェクトを進めていくという前提でじゃあ、水の問題あるいはアルプスの生態系の保全の問題ね、まあ、いくつかの課題が出てきているのでそれを JR 東海と県と国とそして大井川竜浮市町の皆さんと4社が心合わせをしてどうやって現実的にこれをクリアしていくかとそういう課題を一つ一つ克服しながら結果としてリニアのプロジェクトを推進をしていくと。まあ、そういうい 方向性を、ね、打ち出してていく私は必要があると思ってます今までは何となくバラバラ感があってでゴールポストが見えなかったですね時にはボゴールポストが動くこともあったりしてだからそうじゃなくってやっぱり4社が連携する中で一つのベクトルはもうリニアのプロジェクトを推進するんだという中で今ある課題を克服していくと、まあ、そういうやり方でないとこれは多分 ままないといいとううふうに思っております、うん、はい、もうね本当にさまざまな課題があるわけですけれども、はい、今後への抱負をですね時間が迫ってまいりましたので、フリップに今日は書いていただきました、はいはい、見せていただいてもうこれはですね、まあ、あの私の選挙期間中からのスローガンですね、はい、幸福度日本一ですね、はい。オール静岡で幸福度日本一の静岡県を目指しますということでありますこの中にはたくさんのことが含まれているわけですよね。はい、はいうん まずこう何から取り組みたいとかっていうのはあるんですかあ特にね、まあ、これっていうのは、うん、あのこれからまたあの県全体の、ねうん、事業とか、まあ、状況についていろいろ、うん、レクを受けますんで、はい、まあそうした中で今の県政の状況を把握した中で、うん、まあ優先順位なんかもつけていきたいというふうに鈴木康智さんのオール静岡で県をまとめていく手話に期待したいと思います。えー、今日はお忙ししいい中本当にありがとうございました、はい